ウクレレマガジンの YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ウクレレプレイヤーの名戸山涼です、えー。僕がね、連載を担当させていただいております。えー、名戸山涼のウクレレラボのコーナーで、えー、今回もですね、実験の様子を動画に収めてみたいと思います。えー、今回の実験、えー、検証なんですけれども、えー、ケーブルの違いによって、えー、音がどう変化するのかというのを、えー、数値化してね、えー、音響解析して、 えー、検証してみたいいと思いますそうあの最近ですね、えー、ウクレレにピックアップというのを取り付けて、あのー、大きなステージとかでもねスピーカーから、えー、大きな音が出せるような,なんかそういった仕組みマイクをまあ楽器に取り付ける方が、えー、とても増えてきておりまして僕のね楽器も全てあのピックアップはついているんですけども、えーまあ、そんな中で、えー、必ず必要になってくるものがその、ね、楽器につなぐケーブルですよね。 ケーブルからまあアンプなり、えー、プリアンプ DI とか、あのーまあ、そういったものにつないで PA の方に届けて、まあ、音が鳴るわけですけれどもその楽器から、えー、一番最初にこうケーブルを通って、まあ、音の信号が流れていくわけですよね。でそこがが、ね、い、あのー、いわゆるインンピーダンスというものが えー、すごい高くて抵抗値が高いから結構その楽器から一番最初にこうつなぐケーブルっていうのはすごく音に影響が出ると、えー、よく言われておりますでも実際ね確かめたこと自分でなかったのでなんとなくねこのケーブルあすごいいい音立ち上がりが早いなとか、あのー、すごくこう劣化せずに、えー、低域から高域までしっかり、えー、解像度が高く、えー、音が鳴るなとか。 なんかこのケーブルはすごくまろやかで優しくておとなしいなとか何かねそういう感覚的なところはあの今までもえなんかね身をもってこう感じる部分ありましたけどそれをねえ実際にこうちゃんと。 音響解析したらどんな結果になるのかっていうのを今から実験してみたいと思います今回はあのケーブルの価格帯でちょっと分けてみましたえ3種類のケーブルを使いたいと思うんですけどもまず一つは、えー、1000円未満のケーブルになります数百円とかの、まあ、そういった価格帯のものと、えー、1000円以上、まあ、1万円以内の あのまあ数千数百円ぐらいのまあ価格帯のものとえそしてえ1万円以上のものそう数万円ってするまあ高級なケーブルえーもう全然価格によってもう本当に何本も買えるような値段この一番安いのだったら一番高いケーブルの金額で何本も買えるみたいなまあそれぐらいケーブルって あの価格帯によって本当にいろんなものがありまして、で今回はそのねえ高級なケーブルになったらどんな風に音が変わっていくのかとかもあのすごくえ個人的にも興味があるのでえ試してみたいと思います。今からですねえーケーブルを付け替えながらあの同じフレーズを演奏します。でその音をまこのケーブルを通してのラインの音をですねえ皆さんのあの今見ていただいている映像でもわかるように。 あの音が分かるようになっておりますので何かね音の違いとか実際分かるかどうか、えー、ご自分の耳とかでもね、えー、チェックして頂ければなと思います僕は僕は今回その今から DR でこの、ね、映像の前でこう実験した結果を、えー、しっかりですね、えー、これはあの僕の方の、あのーまあ、コンピューターの方で音響解析を行って、えー、実験の結果を、えー、紙面の方でね、えー、公開するのでぜひ 照らし合わせなががららら映像と、ね、照しし合わせながら楽しんでいいただければなと思いますじゃあ今から実験をやっていきますけれどもどういうふうに進めるか、えー、そうですねウクレレで一番、まあ、よくこれ今までの,、まあ、あの僕の、えー、連載の実験でもやってることなのでもう皆さんもね、えー、馴染みがあるかなとは思うんですけどもこの C コードウクレレで一番よく使うコードこの C コードを人差し指の爪で ちゃんとストロークしますでこの C コードの人差し指の爪でストロークするそのストロークを3回それぞれぞのケーブ何で,で3回やるかっていうとやっぱり若干人間なので僕ねだからこうストロークによってなんかやり方によって若干こう音色がにばらつきが出ちゃったり力加減に変わっちゃったりとかすると思うので3回やって波形が平均的なものを選んで、えー、とでこう比較していった方がより 正確な結果が出るかなということでちょっとそんな感じでやっていってみたいと思います。それでは早速100円から1000円の間の価格帯のものからやってみたいと思います。 はいありがとうございますではえー、とここでケーブルをちょっと付け替えてみたいと思いますはい、えー、ケーブルを付け替えましたそれではね続いて、えー、1,000円から1万円の間の、えー、価格帯の、えー、ケーブルで引いてみたいと思います どうですか僕は今のところモニターしてないので違いがわからないんですけど後で音を聞いて聴き比べるのはすごい楽しみですでは続いて、えー、ともう一回ねケーブルを変えたいと思いますはい、えー、ケーブルを付け替えましたそれでは、えー、最高級の、えー、数万円レベルの価格帯の、えー、ケーブルでちょっと、えー、C コードストロークやってみたいと思います さて、えー、音色は違うのでしょうか というわけで、えー、3種類のケーブルで、えー、C コードの、えー、ストロークの音色のこうちょっと比較をしてみましたけれども、えー、今からですねこの音を解析して、えー、どんな結果が出るのか、えー、スペクトラム表示してね、えー、目で見えるように数値化してやってみたいと思います。 僕もすごく興味がありますとても楽しみですぜひ皆さんあの紙面の方もねチェックしていただければなと思いますなとやまりょうでしたありがとうございました